場には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツの2回戦です。解説は小宮山聡さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、やはり連勝中というのはチーム内の雰囲気が変わるか嫌だけ。そうか、そうか、非常に明るい雰囲気で、あれ野球ができる。今 JA の金融機関働いてないけど、JA のあの食品コーナーとかで、まさかずの嫁が年下だけど、かなり年が離れてる。西さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーが組めるかどうかっていうのは大事ですよね。そうですね、あのそれを含めてがチーム作りですからね。そのあたり監督の采配にも注目が集まります。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の澤村。さあスワローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。山田が入ります。昨日のゲームでは無安打に終わっています。お母さんの方が下の面と見るのが嫌だ。ライト方向を流しました。これはどうだ。それだけの理由で動いた。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁で、はあ、3回に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃、バッターは高橋。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね、監督の考えてる通りに合うと。打ちました。センターに打球伸びる。センターが取りました。打順は下位打線に入っていきます。バッターは高橋。スワローズ追い上げられています。小宮山さん、このリードはどうしても守らなくてはいけませんよね。まあ、ワンヒットで同点というのもありますからね。ライトへ持っていった。これは大きな打球、逆転なるか。まだ伸びる。サードランナーがホームに帰っていきました。そしてセカンドランナーも三塁回っていた。ホームイン。ジャイアンツ同点、3対3。スワローズもうこれ以上点はやれません。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。ここで同点、3点差を追いつかれました。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の松本。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。チェンジアップには反応しません。ボールです。ここは見ます。内へ、これは決まった。さあ追い込みました。これは見送ってボール、フルカウントになります。際どいが、あっとフォアボールです。これで2アウト満塁。ピンチがさらに広がりました。ここで打順はピッチャーに回ります。フォアボールのランナーが出て満塁となっています。いいコースですが外れています。バカね。手も足も出ないようなところに決まりました。外角低めのストライク、ストライク、ツーストライクです。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。打順は7番、高橋。先ほどの打席で同点となるツーベースヒットを放っています。ええ顔に。初球空振りです。2球目打ちました。ライトに大きな打球、ライトバックバックバックする。ライトオーバーはヒットになりました。ツーベースヒット、これでマルチヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。スライダーが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。
うまく引っ張られました。懸垂ですか。ライトへのツーベースヒットを放っています。初球ゴール打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。真ん中左中間破っていきました。ツーベースヒット。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁二塁。西さん、このピンチどう対処していけばいいでしょうかね。まあ塁をね埋めて次のバッターと勝負でもいいんですけどもね。ここはいいバッティングをされました。ツーベースヒットでランナー二塁三塁となっています。すげえ。さあここでジャイアンツダイソーを送ります。鈴木がファーストランナーに入ります。7番バッター明日70%だからね。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。から雨だけ初球はボールになりました。打ちました。セカンド取る。セカンド送球。セカンドオースワルド一塁転送アウトダブルプレー。そうですね、もうとにかく次の試合、次の試合に何がなんだということですね。そうですよね。だったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。